ちょっと相談があるの。いい？私はこれまで何の問題もない優等生としてやってきた。生徒会長としての職責も問題なくこなしてきたつもりよ。嫌味とかじゃないの。私がそう思い込んでいただけだから。でも鈴井さんや金城のこと、結局私一人じゃ何にもできなかった。従ってばかりの優等生じゃいざって時どうしようもないのね。回答団に入った以上私もみんなの役に立ちたい。でも今まで勉強ばかりであまり視野が広くないのも事実。見識を広めなきゃと思うの。まず第一歩として生徒のことをもっと知ろうと思うの。でも私そういうの疎いというか、他のことちょっと感覚ずれてるらしくて。本当？ならいいんだけど。でもみんなが普段どういうところで遊んでるとかよくわからないし、そういうのちゃんと把握しておきたいの。それに生徒の実態把握は生徒会長の務めでしょ。監視とかそういうのじゃなくて、みんなのことをちゃんと理解したいの。それに回答団に入ったからって生徒会の役目もおろそかにできないわ。でさっきの話だけど、普段みんなが遊びに行くのってどういうところなの。カラオケか。何度か友人に連れてってもらったけど、できれば一回も行ったことないところがいいな。そういえばゲーセンってどうなの。よかったら連れて行ってくれない。こんなことで見識が深まるかわからないけど、でも今見たく勉強だけじゃダメだと思うの。よかった。一人で行っても私じゃよくわからないだろうし。じゃあ早速だけど行きましょう。みんなこういうところで遊んでるんだ。意外と女の子も多いのね。ねえ、あれ、あの銃でモニターを狙うのね。なかなか本格的じゃない。良ければ付き合ってくれない。やった。え、嘘。あ、うん、こんな感じね。あれ自体はゲームだけど、もしかしてテクニックは戦闘に応用できるかしら。普段行かないところに来たせいかな、こういう発想できたの。なんとなくだけど、みんなが普段どういう風に過ごしているのか少し分かってきたわ。こういう世界もあるのね。今までの私じゃ絶対来なかったと思う。できればまた手伝ってもらえない。こうやって勉強以外の知識が増えれば回答団でもいろんな提案ができるかも。ありがとう。今すぐ何かできるとかじゃないけど、きっと役に立てると思うの。
君たちの怪盗行為、それを妨害するものだっていたはずよ。敵の分析に特化した者がいたからこそ切り抜けられてきた。そうよね。我は何時、何時は我、ちぎりはすな、我女よし。あなたたちって金城の件で歓楽街に行ったのよね。私ね、今度は歓楽街に行ってみたいの。ああ、行ってみたいっていうか、実はそういうところでうちの生徒を見たって情報があって、まさかとは思うけど一度確認しておきたいの。もういい時間ね、そろそろ帰ろっか。それじゃ。あのさ、それにそのよし。じゃあまたね。行きましょうか。Thank you.
ありがとう。よし。それじゃ。まだ何か用ですか？私なんかじゃなくても、ネット対局とか他にもあると思います。その、無理です。ごめんなさい。いきなりそんなこと。もしかして将棋お好きなんですか？ありがとうございます。1手20秒の早指し、それでよろしければ。参ります。その程度ですか？早急を滑る竜は我が手に落ちました。この盤上の戦争、どう生き残るつもりです？王手。どう見ても詰みですね。投了を。投了。それすなわち自らが潔く負けを認め、あなたも騎士を志すのなら肝に銘じておきなさい。ありがとうございました。それじゃあ今日はこれで。よかったらまたお手合わせ願いますか？あなたからは何かこう勝負師の気風を感じたんです。盤上の動きは素人丸出しなのに不思議です。条件があります。私の新手研究の試験台になってもらいます。それでよろしければ。ありがとうございます。ではこの取引で指南いたしますので、新手にご協力を。あれだけの犯罪行為を成功させるにはかなりの戦術が必要だと思うのよ。それも素人の浅知恵なんかじゃない。普段から戦術を扱う専門家クラスの。心当たりあるのよね？
は何時、何時は我、ちぎりはすなわち我、星のペルソナの生態。よし、今日はここまでにしましょうか。ではまた。よし、ダメね。聞いてくれ。参ります。
よし。
そうね。任せた。おい。すごいな。いや。わかるかしら？これだ。その通り。
なあ、なあ、
なんてことだ。